皆さんこんにちは、スイーツチャンネルのあんみつです。今日はミスタードーナツのドーナツポップ4個とドーナツ6種類全部で10種類買ってきました。それでは出していきます。まずはこちら、ジャックランタンドーナツのジェントルランタンです。美味しそう。次はジャックランタンドーナツのレディーランタン、かわいい。次がこちら、フレンチパンプキンのカルルン、オールドパンプキンのザックル。ザックルくん立ってね。立った。次はリングホイップのパフィエッタちゃん、そして最後にチョコレートマロンのマーロン。チョコレートマロンってどういうことなんだろう。でこちらとドーナツポップ最後に食べたいと思います。それではいただきます。じゃあちょっとこの大きいやついただこう。この大きいやつ、ジャックランタンドーナツのレディーランタン、いただきます。あ、これ美味しい。ちょっといちごの粒々がチャキチャキしてて、このいちごのホワイトチョコが甘くて、甘さと酸っぱさがちょうどよくてめちゃめちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。結構ホイップいっぱい入ってます。今度ジャックランタンのジェントルランタンいただきます。噛む前に美味しかったです。この柔らかさとホイップの感じかな。ホイップがちょうどいい油分で、チョコ香りがブワってきてすごい美味しいです。うわ歯が歯がじゃあお次はチョコレートマロンのマーロンいただきます。なんか目があると食べにくいですけど、いただきます。紫芋の粉がかかってて美味しいです。香りがいい。中にマロンのクリームとちょっとマロンのペーストが入ってます。次これいきます。こちらはオールドパンプキンのザックルです。いただきます。
いい香りする。おいしい。めっちゃ美味しいこれ。パンプキンの感じと、ここに乗ったザクザクしたなんかと、このお目々も美味しかったです。めっちゃ美味しいこれ。美味しかった。お次、フレンチパンプキンのカルルンいただきます。カルルンです。かわいい。このまま箱に入れない方かわいいかも。いただきます。いい香り。かぼちゃかぼちゃって感じじゃなくて、パンプキンチョコって感じがします。中のクリームはかぼちゃ濃度が濃いです。おいしい。お次はリングホイップのパフィエッタちゃんです。いただきます。このジャキジャキ感いいですよね。次はこちら、まだご紹介してなかったんですけど、ポンデアイボール、ポンデパンプキンボール、チョコレートアイボール、パンプキンファッションボールです。チョコレートアイボールいただきます。外側のコーティングがジャキジャキして美味しかったです。こちらポンデアイボールいただきます。めっちゃ美味しい。やっぱりポンデ系もちもちしてて、もちもち感がずっと続いて、最後口の中で溶けてく感じ、たまりませんでした。じゃあ同じくポンデ系のポンデパンプキンボールいただきます。おいしい。さっきのやつにちょっとかぼちゃの味がついてましたね。次はパンプキンファッションいただきます。おいしい。やっぱりおいしい。これいつまでもザクザク感が続くのと、外側のコーティングの甘いかぼちゃがおいしいです。おいしかったです。全部。一番のおすすめはジャックランタンシリーズ。あれは絵
ンジェルクリームファンにはたまらない方々ですね。あとはポンデ系もやっぱり美味しかったです。ぜひよろしかったら皆さんも新商品のハロウィンドーナツぜひぜひお試しください。本日もご視聴いただきありがとうございました。それではまた。Well